ルナチャイルドです。私は今、遭難し、無人島にいます。無人島にいるってことは知らぬ間に波に流されて、たどり着いたんです。無人島には誰もいない。そしてそこで何をすればいいかわからない。どうして無人島へ、別に来るあてもそもそもないわず。そうだと思っていても、ことの発端はほんと、些細なこと。後悔を覚えるくらい、何やってるんだ、程度です。でも自ら、そのようなことをしたんだからと、あまり押し切って言えず。でも私としたことがまさか無人島にたどり着くなんて考えていなかったし、それなりにやっていける資源も限らず、ただリュックサックは無事ですが。まあ、ことの発端を振り返ると、こうです。あれは私とサニーミルクとスターサファイアと仲良く森の中でキャンプしていたことです。こんな真冬にですが、意外としたくなりますよね。サニーとスターは調理や準備をし、私は薪を用意して、それを焼きました。BBQ にも慣れていたので、すぐにでした。意外と、私たちの力合わせは合う時と、合わない時があり、それぞれ成功。失敗のどちらか。でも私たちは仲が良いので、全員が同じ結果。なので、ここまで聞くと普通に楽しんでいるだけかと思います。ですが、その後の会話にて。二人は準備をしながらもちゃちゃっと準備が整うんです。ふふふ、ちょっと酔いを出すのに手間がかかるかなぁと思っていたけど、みんなでやると早いわね。うふふ、皆さん手際がいいです。美味しく楽しくできそうですね。まあね、そうね、ここは空気がいいし、自然の匂いも結構いいからね。こんな絶好な時にキャンプは正解だね。うふふ、私としてはたくさんの美しい背景をバックに優雅に過ごすのが理想的でした。森の中に住むリスやクマ、イノシシなどの動物と戯れる。ああ、なんて素敵なのでしょうか。ああ、そうだね。でもこの辺に動物とかいるんかな。大自然だけど、人の手によって土地開発が実は進められていたりは。それはないんじゃないかと思いますわ。こんなに美しい自然を壊すだなんて考えられません。そんなことされたらこの森はどうなるのですか。そうですわ。なんなら私たちでこの森に住むことにしましょう。そして土地開発をする人を追い払うんです。森の平和のために。まあ、私たちは妖精ですから、森の中で過ごすのが当たり前で、どこの森に行ったとしても馴染み深い。それゆえに私たちの住処の範囲も広がるんです。スターは自然をこよなく愛してました。でもこの前はあれでよかったと思うけど、さすがに今回はやめておこうよ。こんなに美しいってことなら誰か、所有している森なのかもしれないし。もし、勝手に私たちが住み着くなんてことしたら、怒られるかもしれないわ。やっぱり、今住んでいるところがいいじゃない。どうしてそうなるんですか。私としては条件が良く、それにキャンプもできれば川のせせらぎもハーモニー。こんなに素晴らしい場所を選ばないというんですか。まあ、条件的には候補かもしれないけどさ、私たちも私たちで現状の生活ができてるくらいじゃない。さらに住処を変えると、ややこしくなるんだよねこれが。どうしてです。私としてはすんなりとサニー様も受け入れる素晴らしいところじゃないですか。じゃあ、別荘っていうのもダメです。大自然を我が物にできるのは素晴らしいことですわ。ならもうここに住んじゃいましょうよ。いやいや、そんなのダメだって。絶対に誰か管理人とかいそうだよ。見つかりもしたら、私たちがどうかなっちゃうじゃないか。サニー様はビビっておるんですか。大自然にはいつ敵が襲来するだなんてわかったものじゃない。それくらいを覚悟でもしないとやってはいけませんよ。確かにこんなに美しいところほど何があるかわかったもんじゃないしで。でもスター、あなたの提案は悪くはないけど今回は見るだけにしとこうよ。なんゆえここまで言っても私の提案を受け入れられないんですか。ベイツに住むくらいですわ。問題なんてないんですから。いやいや、私としては OK と返事を出すなんてできないわ。だから今回のは。と、サニーとスターはちょっとした揉め合いをしていた。私はこの森を知っていて、サニーの言う通り、もうすでに管理人がいる。でもスターサファイアにとって絶好のスポットだったので、別荘だのなんだのを建ててしまいたいくらいなのでしょうか。私は二人がこうやって会話をしていたとしても聞いているくらいです。でも二人はそんなこと言いながらも手は動いているので随分とシュールですがね。それで、サニーは何度も管理人がいることをしっかり説明していますが、スターは納得のいかない様子。もう本当に諦めてよ。管理人に怒られるからさ。どうしてサニー様は分かってくれないんですか。それじゃあルナチャイルド様に聞きましょう。え？私が？ルナチャイルド様はもちろん私の言う通りですよね。サニー様は間違ったことをおっしゃられていますが。ルナチャ、ダメよ。スターは管理人がいることを全然わかってくれていないんですよ。ルナチャ、信じちゃダメ。管理人がいることはわかっているわずよね。スターにはちゃんと教えてやらないといけないわ。そんな必要ないですわ。サニー様が間違っている。まあまあ、二人とも落ち着いて。そう言い争うためにここに来たんじゃないよ。ほら、バーベキューを楽しもうよ。そうだね。ルナチャイルドの言う通り、なんで私たちこんなことで揉めていたか。ぐぬぬぬ。スターサファイア、後でサニーに謝っておきなさいよ。今回は口喧嘩で収まったけど、次からは気をつけてね。ふふ、でもサニー様を分からせるにはこうするしかございませんよ。
ルナチャイルド様の協力が必要です。は？もう、スター、そういうのはいいから、次からはちゃんとしたのをしようね。えへへ、ルナチャイルド様にはお願いがあるんですよ。グラシャストオーシャンの小さな島に行って、ある素材を入手してくださいよ。グラシャストオーシャンって。ちょっと待ってよ、めっちゃ遠いし、そんなところに行けないわよ。行くつもりもないわよ。うっふ、ご心配なく。私のご用意したプランにてすぐに飛んでいけるようにします。え、ちょま、うんじゃあ。で、今に至るわけなんですよ。私は本当にグラシャストオーシャンの小さな島に飛ばされたんです。スターサファイアのバカ野郎と言いたかったんですけど、それよりここからの脱出を考えないといけなかったのです。距離もあるし、飛んで帰れるほどの気力もない。ああ、どうしよう。まさか無人島に来るだなんて、漂流されて流されてきたのと同じじゃない。最初に言った通り、キャンプ帰りのリュックサックは持ったままだったんです。中身を確認して、使えそうなものがないかとあれやこれやをしていると。案外、生活用品、アウトドア用など、しっかりと準備はできていたようで、携帯食料もありました。でもずっとここにいると考えるとこれらでやりくりしてもいつかも持たないと。なので、なるべくこの島からの脱出を真剣に考えないとならなかったんです。まあ、水平線の向こう側に何があるかわからないけど、私は秘境の地にいるかのようです。よく見てみればただの無人島ですが。もぐもぐ。ちょっと焼いて、焦げちゃったなぁ。にしても美味しいわね。私はその辺の海で魚を釣っていました。なるべく携帯食料を頼らず、釣り竿を作り、それで魚を釣る。ちょっとしたサバイバルみたいな感じでしたね。無人島で魚を釣って、焼いて食べるなんてテレビでしか見たことがなかったし、まさかの実体験をするだなんて思いませんでした。森の中のキャンプの際にも火起こしをしたんですけど、焦げちゃうのでまだまだですね。まあ、魚はスーパーとかに行った時にしか買わないし、あまり食べたことがなかったので嬉しかったですね。森の川に住む魚の味はちょっとあれだけど、最初は迷ったけど、あらかた準備をしておいて正解でしたわ。これさえなければ本当に絶望していたかもしれない。まるでサバイバル生活と変わらないことをしていると意外と気づくもんですね。ある程度準備をしておけば、脱出を目的に日をまたいで、作業ができる。それにこの無人島は昼間は波の音が響き、夜になると音が静かになる。そう、誰もいないから、とにかく集中力が湧いてくる。サバイバル精神がないけど、サバイバルって感じであるからについちょっと熱心になるかな。それに携帯食料に加えて、魚も豊富だし、ちょっと探せばヤシの木が見つかるかもしれないわ。それにしてもグラシャストオーシャンの海は熱帯で、景色も絶好調。これ、スターが見たら喜ぶだろうな。私は釣れたお魚さんを黙々と食べながら、脱出の段取りです。まあ、本当は結構時間がかかるんですけど、私の場合は集中するほど、完成するのが早い早い。にしても結構な量の魚が取れるので携帯食料が尽きたとしても当分は魚で困ることないでしょう。魚は味が良くて、たまにマグロが釣れると大量。なのですっかり、絶望というより希望があり、素直に無人島でのサバイバル生活に浸っているんですよ。でも実際は、過酷で、私のように魚だけで満足できるくらいじゃないと無人島でのサバイバル生活は困難でしょう。でも魚は美味しいからねー。あれからさらに7日が経過して、順調に脱出の準備が進んでいます。というかもうすぐで出れそうですねー。おやおや、こんな無人島に人の影が見えると思えば、漂流したものかな。すると、この無人島にまだ他の誰かがいることが分かりました。いや、いたならすぐに見つけて欲しかった。あ、はい。私も漂流というか飛ばされてここに来たもので。ふふ、辛かったわね。それでその魚を美味しく平らげていると。すみません。やっぱ魚ぐらい食べないと生きていけないので。別に魚は勝手に食べようが怒られないわよ。でもよかった。そんなに喜んでくれては釣られた魚たちも喜ぶと思うな。はい。味は新鮮だけど、淡白だったりする時もありますね。そういえば、あなたも漂流したんですか？いいえ、私はこの島に古くから住む妖怪なの。で、さまよう人に声をかけて、元気づけにしているの。まあ、あなたみたいな人が毎年2、3人くらい漂流することがあるみたいだけどね。ああ、やっぱりたどり着く先はここなんですね。まあね、グラシャストオーシャンで小さな小島とかあまりないから。ちょうど、遭難にうってつけの場所よ。故意に遭難は嫌なんですけど。まあ、私も明日には脱出するための船というか、いかだが完成するので、明日にはこの島から離れることになりますね。え？帰る？何言っているの？え？ちょっとそれはどういう意味ですか？ふふ、この島に流れ着いたが最後、生きて帰ってきた者はいないということは存じてないようね。まあ、油断させるによかったんだけど。え？でも3人の人は何とかして無事に脱出もしくは救助されたんでしょ？そうとは限らないわよ。もしくはこの私が狙っているんだから。待ってください。やっぱり、私、今日帰ります。そんな変なこと言わないでください。あらー、そう、船を壊されたらボロボロな羽も使えず、周りは海だし、絶望するしかないし、私のご馳走にもなるんだよ。やっぱり、帰ります。あなたは人食い妖怪だったんだ。
ふふ、缶のいい妖精は美味しそう。今からでも私の胃袋の中で胃液に溶かされてしまいそうなくらい小さいわ。いやあ。私はなんとか命からがらみ無人島から脱出、そこからトントン拍子で帰ってこれました。二人は私が帰るなり、抱きついてきて、謝ってくれました。やはり、スターサファイアが自分があんなことをしたからに、とサニーに怒られていたようです。でも私もかなりいい経験をしたと同時に恐怖を体験したので、しばらくはあそこに近づかないつもりです。生きて帰った者は誰一人もいない島だから。それからあの件をしっかり反省し、またみんなでバーベキューを、今度は先輩と後輩さんもありで、